トックのブランドロゴ。ファイル、トック初の製品スピーカーベース .jpg1983 年に発売された初製品中鉄製、スピーカーベース。トックは自動車用鋳造部品メーカーである、愛信高級株式会社の音響機器向けブランド登録商標。1983年初の中鉄製、スピーカーベースから用いられている。 中鉄の持つ振動減衰特性をオーディオに応用し、様々な製品を展開しながら研究開発を続けており、最新機種はそれらが反映されている。主な製品は、オーディオラック、オーディオボード、スピーカースタンド、インシュレーター、スピーカーベースなど。また、1999年から中鉄の振動減衰性能を応用した、スピーカー FC シリーズを展開している。 全てのトック製品は愛知県豊田市高級新町天皇一番地にある愛信高級本社工場内の専用倉庫から発送されている。自社製品以外にも中鉄の性能を活用して OEM 生産も行っている。トックというブランド名は愛信高級 T、アンチ A、アセレーションをキャスティング C のそれぞれの頭文字に由来する。ブランドの目的は 愛心高級の主力製品である自動車用、鋳造部品に用いる鋳鉄の振動減水性を応用した音質改善効果を顧客に提供し、より豊かに音を楽しんでいただくことである。1970年代、オイルショックの影響を受けて、愛心高級車内において、自動車部品以外の様々な事業展開を検討し、素材の研究を行っていた。その際、 後のスピーカーベースとなる製品企画を機にオーディオ愛好家の社員を中心にプロジェクトチームが構成され製品化に向けて本格的に活動を開始した。1983年9月には初代製品なる特区となるスピーカーベースを発売しオーディオアクセサリーブランドとしての活動をスタートさせた。1986年にはインシュレーターを 1987年には中鉄製オーディオボードを発売した後も同ブランド初のオーディオラックとなった SS シリーズ、自モデルのオーディオラックの代名詞となった CS シリーズ、現在も発売されているロングセラーの HST シリーズを含むスピーカースタンドと次々と積極的に設計開発を行いながらオーディオ市場へ新製品を発売し、1990年代初頭には 現在とほぼ同じ商品カテゴリー展開となった。こうした活動が評価され、1989年5月には日本強人中鉄協会より鋳造技術貢献企業として表彰されている。2020年には35年以上蓄積した知識をまとめ月刊し、スカタチ材に寄稿した。現在の主力製品はオーディオラックであり、国内で 高いシェアを持っているが、近年では海外へも数多く出荷されている。さらに、製品の性能が認められ、一般ユーザー向けのホームオーディオだけでなく、レコーディングスタジオなどの音楽制作スタジオの設備などにも導入されており、スタジオエンジニアからも評価を得ている。特区としての初のオーディオラックとなった SS シリーズ。 ついで1987年に発売された CS シリーズから現行品の CSR、ASRI、XL、CL シリーズに至るまで、同ブランドのオーディオラックは、中鉄の持つ振動減衰機能を一貫して、コンセプトとしている。現在のラインナップのフラッグシップモデルの CSR、その開発過程で得たノウハウと近年の研究結果を、元にロングセラーの ASRI の性能を、 最大限に高めた最新機種の AS ライ、それら上位機種の高い性能を異なる形でアプローチした XL-CL シリーズの4機種となっている。このうち CSR ラックには特区オーディオラックで初めて中鉄風を封入した特別仕様の支柱を採用しており、同社のスピーカースタンドの特徴をオーディオラックの支柱に持ち込んだようなユニークな設計となっており、 2021年現在でも唯一の仕様となっている。それにより、音質改善効果の面においても、通常の支柱よりも高い性能を持たせている。さらに、CSR と AS ライの棚板には、同ブランドのオーディオボードと同じハニカムコアが採用されているほか、ダックの随所に専用中鉄製パーツが採用されている。ハニカムコアとは、 2013年に開発された六角形の格子内に中鉄風を適切な量を封入させる製法による構造で現在の特区の音質改善効果の大きなファクターの一つとなっている。ミドルクラスの XL ラックの棚板は精神シートを内蔵させるという構造を採用し発売された年の2019年にはオーディオ業界において開発賞を受賞している。また、 ミドルクラスの XL とエントリークラスの CL は共通して FC セパレートシステムという棚板の上下に中鉄を配置して挟み込む新構造を採用しており従来の同クラス製品と比較して高い精神性と音質改善効果を持たせているまたあらかじめ棚間寸法が設定されている通常の製品のほか、ユーザーが自分の機材に合わせて選択できる カスタマイズ製品も展開している点もトックのオーディオラックの特徴の一つである。トックのオーディオボードは六角形の格子に中鉄風を敷き詰めたハニカムコアを中央に配置したサンドウィッチ構造を採用している。ハニカムコアの四方を挟み込む木材の材質、積層材やボードの形状は各モデルが持つ用途と,と目的によって異なる。 SCB シリーズが主要機種であるが、ラックの棚間への設置を目的とした、高さ 22mm26mm、mm、に設計されたサブシリーズも2005年より発売されている。SCB はサウンドクリエーションボードの略、サブはサウンドグレーディングボードの略。1987年発売のオーディオボードは、鋳造によるべてハイカーボン中鉄のものだったが、その後、 オーディオボードとしての性能向上を目的に、現在のような選定した木材で中鉄粉をサンドウィッチさせる独自構造となり、それらを SCB シリーズとして発売した。従来は特殊樹脂で固めた薄い中鉄粉シートを採用していたが、2013年に開発された前述のハニカムコアに変更し、より高い音質改善効果を持たせており、現在でも高い評価を得ている。 トック製品以外では、パナソニックの音響ブランド、テクニクスとコラボレーションを行い、同社のオーディオ機器専用のオリジナルオーディオボードを開発した。トックのスピーカースタンドは、低重心化による振動減衰機能を目的とし、支柱内に中鉄粉を封入させているという特徴がある。その中鉄粉量は、各モデルで異なっており、各々の効果を狙って設計されている。 異なる厚みの鉄板を密着させ、互いに違った固有値を持つ板材が振動を抑制することで、音質改善を行う二重鉄板構造としての特許を取得し、製品の天板に用いている。90年代初頭に発売され同ブランドのスピーカースタンド第1号として発売されたうちの一つである HST スタンドは現在も同ブランドのフラッグシップモデルとして、 S h s t 6 0 h b という品番で発売されており、現在のスピーカースタンドのカテゴリーにおいても、リファレンスモデルとして使用されることが多い。WST シリーズは、b、B&W 社のスピーカー向けに設計されたモデルであり、スピーカー底面のネジ穴とスピーカースタンドの天板の穴を合わせることで、付属の取り付けネジを用い、それらを固定することが、 可能であることを特徴としている。WST シリーズは、ネジ止めによる固定を除けば、他社のスピーカーにも使用が可能であり、実際に様々なスピーカーの下に使用されている事例が EC サイトのレビュー欄に投稿されている。スタンダードクラスの BST シリーズは、2018年に発売されたモデルで、2種の異なるサイズの天板、3種の長さの柱からなる。 計6種類のラインアップとなっている。なお、BST に採用された高さ7 0トルの支柱は同ブランドが各展示会会場や購入顧客のアンケート調査を実施した際の顧客からの要望を反映したもので、発売当時の市場においても高さ6 0トルのスタンドが多かったことも裏付けになり製品化された。このように特区では、 顧客満足向上のために継続したヒアリングを行い、その結果を製品やサービスに反映させる活動を行っている。また同様の経緯から BST は同ブランドのスタンドとしては初めて中鉄製専用スパイクインシュレーター、さらにスタンド天板上面につけることでスピーカーセッティング時に安定性を向上させるポラン、シートを採用している。このか。 同ブランドのスパイクインシュレーターをスタンド本体と組み合わせて使用することでより高い精神性を実現するよう展開されている。特区のインシュレーターは炭素の含有量や製造方法を変えることで得られる3種類の中鉄を独自に定義して効果や目的別に設計されたインシュレーターを展開している。インシュレーターの品番に多く用いられるタイトは タイトと読むがタイトの意味ではなく、トーンイノベーション T の略である。各モデルの品番のうち、数字の10の位は高さを、1の位は直径を示しているケースが多い。フラッシップモデルのスーパーインシュレータータイト -35S、35 33S の2つのシリーズは、スパイクとスパイク受け部に異なる中鉄を採用し、 上下を変えて設置することで2種類の異なる音質改善効果を発揮する。さらに同ブランドのインシュレーターで唯一インシュレータグリップシートを同梱されており、セッティング時の安定性を高める目的で使用することができる。なお、タイとマイナス 35S シリーズのスパイク受け部は、後日のアドバンスドハイカーボン中鉄製であり、スパイク受け部単体で、 PTSA としても発売されており、現在の主流であるスパイク状の脚部を持つ、トールボーイ型スピーカーのスパイク下に設置した、サイの音質改善効果が評価を集めている。下記は、現在までトックが採用している3種の中鉄である。1983年に発売された、トック製品において、最初期の製品カテゴリー。発売当時に主流だった。 JBL や単のいをはじめとする中型から大型サイズのスピーカーの下に設置することが現在に至るまでオーディオのセッティングにおける一つのスタンダードになった。外見の主な特徴として製品のボディ中央部に立て振動子と呼ばれるバージョンのものがあり中鉄製のためいずれのモデルも重量が重く前面にトックロゴがあることなどが挙げられる。トックブランドにおいて シンボルのような製品であり、発売まで様々な形状、塗装色で展開されてきたが、現行品は2機種のみとなっている。1999年に発売した FC7000 からスタートした特区ブランドのスピーカーには、すべて FC という型番が付けられているが、これは中鉄の記号に由来する。初代の FC7000 は、 片側チャンネルつまり一台あたりの重量が1 0 0ラム以上100万円であり、ペアでは2 0 0ラム以上200万円という当時の国産スピーカー市場においても大きなインパクトがあるモデルだった。この FC7000 がオーディオ評論家やユーザーに評価され、以後継続して製品開発を行い、FC3000、FC4000、FC5000、FC3100、 FC4500、LC200M FC、LC800 LC と製品開発を続けている。最新機種は AFC L1。AFC はアドバンセットフックに由来する。すべてのスピーカーには中鉄製部品が採用されており、特にスピーカーユニットをマウントするリングを中鉄製にすることにより、低域が適切にフォーカスしたサウンドになり、 同ブランドのスピーカーの特徴の一つとなっている。各モデルに採用されるユニットには、スキャンスピークやディナウリオなど、北欧製を用いることが多く、この他にも高音質ホームシアター向けのスピーカーシステムも発売して、ことがあり、センタースピーカー FCC-180 や、サブウーファー FCS-300 もラインナップに加えられていた。ありがとうございます。